ッキー、鉄塚のパフォーマンスです。どうぞ。みんなかお待ちいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ヒット曲がね、今年はマジないですね。マイケルでしょ、あと青いウサギ別な意味で聞かない。去年みたいにポーニョポーニョポーニョとか、その前の年ですね、エンドカーゼに行ったけど、でもまあマイケル、はい、初めての方は結構いらっしゃると思うんですけど、細かいパントマイムをやるんですよ。例えばじゃあソフトクリームみたいな、こんな感じの、はい、こんなのが30分続いちゃう。なのでこうよく見ててください。はい、じゃあまずは恐怖のパントマイムって、もう10年ぐらい前からやってる、そう、もうねネタ切れかなり95本ぐらいだったかな、はい、で今年ももう全部新ネタとはいかなかったですけど、昔のも入って織り交ぜて食べ物変動で、こんな食べ物があったら怖いな、恐怖の食べ物。すいません。じゃあ恐怖の食べ物いきましょうね。はい、じゃあお願いします。うわ、それでは恐怖のスイカ割りのスイカ、本当に恐怖のお好み焼き。
恐怖のこの空気ついてこれてる恐怖の君の反応わけわかんないねおじさんね。はい、今度はこれもねシリーズ化。いやびっくりびっくり、そんなにね長いことないと思って去年ぐらいで終わりかなと思ったら今年もできちゃったロボットフェア2000XX。 あの未来にこんなロボットのお祭りができたらな、面白いなみたいな。あのロボットワーク今流行ってます。で僕なりのこりゃこりゃすごいな。これ4年前からやって今年バージョン恐怖、あ恐怖じゃん、ロボットフェア。いやでもねある意味恐怖ですよ、ほんとなかったのか。じゃあお願いします。あれ今年もやってるんだロボットフェア。毎年変なロボットばっかりなんだよな。今年はまともなロボットあんのかな。ちょっと覗いてみようか。今年のおすすめは農業ロボット。これなんだ。農業人口が減少高齢化する中、画期的なロボットが登場しました。これは自動田植えロボット、田植えくんです。田植え機にない丁寧な作業で苗一本無駄にしません。太陽光で動くため地球にも優しい田植えくん。胸にソーラーパネルが内蔵されています。あれ充電してんだ。あれ胸じゃなくて背中につけとけばいいのに。単調なイメージの田植え作業から脱却するためさまざまなモードを取り入れました。親父モード、いいね、いいねだけ。うわ親父ギャグつまんない。つまんない、聞こえたぞ、耳が田んぼだから重症だ。ドギャルモード、あーニュースでなんかやってたな。渋谷前とか行って今時のギャルが米作るってやつか。チェリーいただきま。ネイルがアフリカン、タニシゲット。なんか無理があるよな。セレブモード、焼けちゃう手袋なんかちゃあ、ミミズ、おいおい、日が暮れちゃうよ。白くなりますね、ケーキがあれば生きていければ。あれ、やんないの。将棋モード、10秒、20秒、1、2、3、先手、3、5、いね。どういう勝負なの。お墓参りモード、先輩、夏子さん、元気です。先輩、夏子さん、お店辞めました。先輩、報告があります。おい、夏子、実は僕たち。どんな話なの。スーパースターモード、これは若者の農業離れが深刻化する中開発された稲作界のスーパースターです。お目に蹴るでマイケル、余計若者逃げてくる。ダメだこれ。あ、これは農業自給率が低い我が国の農業に朗報です。これは農地開拓ロボット豊作くん。
耕作くんはどんな痩せた土地も肥沃な農地に変えることができます。さまざまな耕し方でお楽しみください。三振モード、これいちいち面倒だよ。ベンチの監督モード、大して変わんねえよ。サスペンスモード、夏子、夏子、あれ、これさっきの話の続きなの？先輩もお前が殺したのか？豊作くんのもう一つの特徴は、硬くてなかなか根付かない土地に素早く正確に種を植えることができます。おお、かかしとしての用心棒ももちろんお手の物。おお、うん、ばあさんや、あれ、今じいさん打っちゃったよ。水やりも簡単。せっかくかっこよかったのに。肥料も無農薬、栄養満点。そっから出ちゃったよ。さらに地球のみならず、なんと月面にも農地を開拓できる機能も搭載しました。え、月に？本当に？マイコーって、クワモマイケルなんだ。今このロボットをお求めいただいた方には、このアンチグラビティモデルのクワを無料で差し上げます。いらない。そして秋には収穫作業。これもマイケルなんだろう。うん、マイケルってそんなにうまくない。はい、マイケル、マイケル一生コーチ、またはこれ見たいっすね。 This is it、 いいのか。あんま興味なかったんですけど、マイケル、あのルーマニアのブカレストってとこでやったのライブ映像って。はい、次教えお話シリーズ、あのお話を今年も作ってきました。あの路上劇みたいなことも毎年やってます。今年はね、野球、日本シリーズ見ませんでしょ。いや、もうこのネタ作りに追われて、そういうとこじゃない、気がついたら初めて。で、僕もあの野球部出身なんですよ。長野県の抹消学園でした。それその隣の学校、抹消は強い。まあそんな強くない、そんなっていうか、まあよく練習したんですけどね。ほんとね、高校野球休日、まず何がね、あの僕中学校も軟式やってたんですけど、ボールが痛い、これ痛い、ほんと軟式のボールと全然違うんです。これ3回ぐらい当たったかと思う、鼻血が。よく考えてみると、僕も痛いですけど、ボール痛いですよ。金属バットですよ。叩かれちゃう。そんなことを考えながらご覧ください。お願いします。さあ、ようやくサインが決まったか。ピッチャーセットポジションから、おっと一旦プレートを外した。どうやらボールの交換を要求してますね。さあ、新しいボールか。
新しいボールが審判からピッチャーへ。父さん、母さん、お世話になりました。さあ、サインが決まった。ピッチャー大きく振りかぶって第1球を投げた。ボーン。バッターよく見ました。カーブ、空振り、ワンバウンド、おっとキャッチャー後ろにそらした。父さん、母さん、こんな育児のない自分をお許しください。今度こそはきっと天高く舞い上がって華々しく散ってみせます。鮮やかにその身を追われよ。打った。いい当たり。ショート真っ正面。ぐんぐん伸びていく。センターバック、センターバック、センター決まった。バックスクリーンに突き刺さった。おっとバックスクリーンを突き破った。場外へと消えていきました。ファール。切れてるか、どうだ。さあ、今の場面をもう一度スローで振り返ってみましょう。あー、ボールの頭を叩いてますね。力のないボールが三塁線をフラフラと。さあ、切れてるかどうか。あー、切れてますね。完全に切れてますね。はー、父さん、母さん、今見た夢のようにきっと天高く舞い上がって華々しく散ってみせます。自分を許してください。ごめんね、山瀬さん、山瀬さん、最後はこう懐かしい。あの、今年あの宇宙のほら7月に皆既日食あったでしょ。で、若田さんとかいたし、あ、宇宙もいいかなって。で、そういえば宇宙のやつなんか作ったなと思って、2004年だ、
5年前にやってるんですよ、宇宙の。そうして持ってきました。はい、クッション。あ、そうそう。主役のジョン。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 アテンション、アテンション。
生命体と思われる音声をキャッチしました。オリオン座流星群接近中、オリオン座流星群接近中、直ちに帰還してください。また明日までやってますので、よろしくお願いします。